決済法の認可登録が必要で、純資産1億円を維持しないといけない。純資産1億円、はい、ノーリスクとはさすがに言わないまでも、なんとかできると思いますよっていうところで信じていただいたのかなと。初めてのスタートアップ MA 全集。はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。いつもお世話になっております。今回もですね、このちょっと配信面を見ていただければわかるかもしれませんが、今年の1月から初めてのスタートアップ M&A 全集というコンテンツを日本 M&A センターさんと共同でお送りをさせていただいております。今回からですね、初このシリーズとしてはゲストを迎えてお送りさせていただいておりますので、もしかしたら視聴者の皆さんからするとなんかちょっとたどたどしいところあるかもしれませんが、ぜひ優しい目で見ていただければと思っておりますが、今回からはですね、もちろん引き続き日本 M&A センターさんからは竹場さんにご出演をいただきつつですね、私と竹場さんの方でモデレーターをやらせていただきながら、ゲストとしては株式会社幹部代表取締役の山木さんにご出演をいただきますので、はい、今回からよろしくお願いします。お願いします。1本目はいろいろと今回 MUFG グループに250億円評価で、はい、幹部さんは M&A でグループ入りをされていらっしゃると思うんですけれども、はいはい、バンドルカードってなんだとか、はい、幹部さんがどういう、来歴があって、そもそも山木さんなんで起業してるんだみたいなところからお伺いをしていければと思っておりますので、はいはい、ぜひちょっと竹場さんからいろいろとお伺いしていただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。イメージされてからあまりこう発信ってされてないですか？そうですね、何を どこまで言っていいのかよくわかんないクローズな ICC とかそういうところではお話をしてるんですけど、はいはい、もう YouTube という超オープンな確かにところで、はいはい、いろいろお聞きできるようと思います。そもそもじゃあ幹部さん 自体の会社のご紹介だったり、ちょっと改めてというところちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。幹部というのは2011年に私が創業した会社でして、うんうん、当初からフィンテックというか金融領域で事業をやろうと思っていましたと。今はバンドルカードというビザのプリペイドカードサービスを提供しておりまして、はい、アプリをインストールするとビザの16桁のカード番号が発行されて、チャージをするとオンライン決済ができますよと。最近であれば Google Pay にも対応したので、コンビニとかでタッチ決済で決済できますよというサービスを提供しています。今年かな、プールという2つ目のプロダクトとして提供しております。2011年創業だと、いわゆるスタートアップでいうと古参みたいな中堅になってきますね、もうね、はい、当時でもフィンテック領域で起業されてるスタートアップってこう、はい、あったんですか？ジャンルでいうとあまりないのかなと思ったんですけど。そうですね、フィンテックというワード自体が2016とか15とかそんぐらいだった気がしてますね。だからほぼなかったと思います。僕のベンチャーにおける師匠が松山大河ってイーストベンチャーズの創業された人で、たまたま家が近所だったんですね、はいはい、月1ぐらいでそのスタートアップとかシリコンバレーとか、マクロ経済とかその上場企業はこういう感じだよねっていうのをお話しする機会がありましたと、はい、その時に将来自分も起業したいと、当時大学4年か3年ぐらいだったんですけど、はい、日本のリソースにレバレッジ関わる領域がいいなと思っていて、俯瞰的に、タイガーさんとのディスカッションの中で、日本に豊富なリソースっていうのを持つ際に、はいはい、人かお金かなと思いました、はいはい、人は1億2000万人とかいるし、はい、お金は当時でいくと個人金利資産で1000兆円、今も2000兆円とかありますけど、それをレバかける領域がいいなっていうのと、僕はもともとデータ解析系のエンジニアをやっていたので、はい、データと相性の良さそうな金融っていうものを選んで、当時から金融という領域を授業したいなと思ってた次第です。エンジニア自体はじゃあ大学生の頃から？そうですね、プログラミング自体は中2の時から始めていて、中2大学時にそれこそメルカリ創業された山田慎太さんと宇野って会社されたんですけど、そこでバイトしてたりとか、そういういろんなスタートアップでエンジニアとしてバイトしてたりしてましたね。そういうことがきっかけで学生時代から月1の、いまだにそんな人でやれてる学生起業家みたいな人ほぼ聞いたことないんですけど、はい、どういうご縁でタイガーさんがそういう師弟関係みたいになったんですか？はい、タイガーさんって、現役というか今でも現役だと思うんですけどタイガーチルドレンみたいにその若手をツイッターとかでピックしてくるっていう行為を昔からされて、僕らは2代目ぐらいで、同じグループだと様ってあるんですか、はいはいはい、奥さん直子さんとか、倉島マーケットの浜野くんとか、そこら辺が
まあ、近い感じにいて、とっかかりはルノーの時に株主でタイガさんがいたの で、はい、でたまたま IVS で学生スタッフをさせていただいた時に、はい、まあ、その時タイガさんにお会いして山田慎太郎さんにご紹介いただいて、そこから家が近いねとなって、なるほど、はい、お付き合いが始まったって感じですね。2011年当時だとやはりフィンテック以外でどの領域で事業を起こされるスタートアップが多かったですか。はい、若い人がスタートアップしようとしたら、うん、ソシャゲか、うん、受託か採用支援、そうですよね。金融って一番この遠いというか、確かにスタートアップって一番ハードルが高いですよね。はい、そうですね、大変でしたね、実際立ち上げは。はい、逆にそんな中、まあ、なかなかそのエクイティでもお金、まあ、今と比べると集まりにくい時期で、はい、一方で、まあ、金融事業とかフィンテック事業でなんか資本金がこのぐらいないとこの免許取れないとか、はい、まあ、いろいろ一定の規制があられるとは思うんですけれども、はい、カンムさんってバンドルカード事業は2011年創業時からではなくて16年からされてると思うんですけど、はいはい、最初は別事業から始まってるってことですか。そうですね、2回ピボットしてまして、最初はタイガさんと話しながら会社式法のオンライン版、はい、今でいくとバフェットコードみたいなが日本に当時なかったのでやりますかっていうので1、2年ぐらいそれをやってたんですけど、フィンテックってワードもないですし、証券系でマネタイズってかなり難しいなっていうのは当時感じたところ で広告で稼ぐっていうのもなかなか限界があった中で、ちょうど今ストアーズで当時コイニーっていう会社、タイガチルドレンのお友達の佐俣直子さんが創業されていて、で僕がコイニーのプロトタイプ作るんで決済マネージャーさせてくださいっていうのをちょうど同じシェアオフィスにもいたところもあってさせていただいて、で金融の中でも個人金融資産を伸ばすために個人投資家向けのそれをするっていうところから、決済データを分析してその人に合った消費を促すことができればそれはそれで貢献でき、経済に貢献できるかなと思って決済周りを見出したっていうのが2012年ぐらいからいろんなつながりがあって、クレディセゾンさんとつながって、セゾンさんのカードのデータを分析してその人に合ったクーポン出すっていう事業を2013年に始めたんですけど、そこからはセゾンさんとやる中でカードの明細画面を出すって話でやってたんですけど、なかなかそのウェブの明細って月に1回見られればいい方っていう、クーポンって言っても広告商売なのでインプレッションがなかなか稼げないねっていう中で、自分たちで金融機関やりたいよねっていうのは創業当時から持っていったところで、カード会社とのつながりもあり、プリペイドカードであれば自社でもスタートアップで発行できそうだっていうところからプリカに目をつけたんですけど、おっしゃる通り財務要件、資金決済法の許認可登録が必要で、純資産1億円を維持しないと、純資産1億円、はい、ってところから本格的にプレシリーズ A とかのラウンドで1億を維持するためにファイナンスを始めたっていう感じかなと思ってます。セゾンさんからデータをいただくってさらっと言ってましたけど、はい、それって結構、はい、大変でしたね。こういった交渉会社の歴史の中で一番大変だった気がするんですけど、当時創業者僕一人で授業にいない中で、はいはい、データ4000万人もくださいって言って言いに行くやつで、なかなか大変だったんですけど、セゾンさんが攻めるカード会社さんだったところもあって、2年ぐらいかけてデータの連携の仕組みとか作ってやらせていただいたって感じです。お一人でずっと、じゃ あそうですね、はい、1年半ぐらい延々とカード会社回ってましたね。業務委託とか、はい、そうやってインターの方とか使わずも完全一人、もう一人で、はい、ほぼ全ての都内にあるカード会社に行きました。三井住友カードさんとか楽天カードさんとかニコスさんにも行きましたしっていうので、1年ぐらいかけてようやく、それは本当に問い合わせフォームからこう送ったりとか。そこはでもやはり人づてで、ね、今でもそうですけど、その大企業とアラインする際ってキーマンをいかにつながるか大事なんですが、最初は Facebook でぽいぽい20人くらいに連絡をして、10人くらいかなんかレースがあったんですよね。そこにつながってくるその部署、対象の部署であったりとか、新しいもの好きな部長とかをご紹介いただいてっていうのはほとんどだったと思います。資本はもうずっとじゃあお一人でこう、はい、100% も持って、当時からタイガさんにちょっと出してましたね。イーストベンチャーズじゃなくて、はい、タイガさん個人として出されてた。そうですね、 EV がまだなかったので、タイガさん個人とクロノスファンドっていう、はいはいはい、個人ファンドみたいなところ、はい、面白いですね。ここだけの話でも、はい、そうですよね、そうですよね。スタートアップ投資 TV では資金調達が必要な場面ですとか、どういうふうに資金調達したらいいのかわからない方々に向けて資金調達相談の窓口というのをやっております。概要欄の方から URL 見ていただければと思います。それでは番組後半もお楽しみください。そこからはどういうファイナンスになってバンドルカードになっていくといいますか、はいはい、資産要件維持するってなっても当時で1億円以上のファイナンスするって、はい、今の規模でざっくり考えると 10億ずつぐらいな、はい、そうですよね、難易度かなと思いますね。どういうふうにしてどういうプレイヤーの人たちからファイナンスってしてらっしゃったんですか、はい、その
その時は結構事業会社さんとかイーストベンチャーさん、例えばアンリさんとかにも入ってもらってたんですけど、うん、フリークアウトには当時からちょっと入ってもらっていましたし、うんうんうん、アドベルさんとかも入ってもらっていて、広告はそういう決済データと相性が良いかもねっていうコンテキストから顧客に持っていただいて、そこで1億5000万ぐらいなんとか集めて、財務要件は1億超えさせてなんとか許認可取ってっていう形でしたかね、はい、それも人捨てですか、やっぱりこう VC 回ったとか来たものをこう、もちろん VC 回った回ったんですけど、許認可取るためのファイナンスなのでサービスがない中で、かつピボットも2回してるというか、そこの延長線上のバリエーションつけないといけないから、なかなかちょっと大変で、結果的にほぼ知り合いが、信じて出してくださるラウンドだったかなと思いますね。言える範囲言えない範囲とあると思います。当時その初期のバリエーションどういうロジックで、こう、はいはい、まあ、でもカード会社さんと の,、はい、あのデータの事業セドンさんとやってました、はい、その延長線上で自社でそういう展開していく方がユーザーを集めやすいとか事業を広げやすいから延長の事業ですよね、はいのでなんとか、はい、バリエーション維持しながらやってましたね、はい、当時で全然バリエーションの相場感も今とは違いますもんね、はい、そうですね、10億超えたら大変すごいみたいな世界観だったかなとは思いますけど、はい、今日あのインタビューさせていただくにあたって、はい、あのイニシャルさん、まあ、まさになんかカムさんのやつも見ていたら、はい、フリーカードさんからファイナンスを繰り返していらっしゃるなって、はい、すごい印象的だったんですけど、はい、どういう背景でああいうファイナンスになっていらっしゃるんですか。フリーカードの前段階から人資さんが一億割りそうになったらやっていて、これは大変だっていうのでちょうど MA のことを考え出したんですね。そこで初めてので買ってくれそうなところもなんとなくあるようなないようなってところだったので、 MA の方を待っている中で佐藤祐介という人がストアーズにいて、うん、その通りフリークアウトの仕様を、そっか、まあ、佐藤さん時代なの、はい、にフリークアウト創業時からシェアオフィスで同じだったので面識はあったんですけど、本格的に会話する中でとにかくこれはお金が必要な事業だからだし、ファイナンスに時間取られてもあれだっていうので大きめなロットを当時出してくださるって選択肢をご提示いただいて、100% 売却するって MA よりかはそこで大きく出していただいて、うん、まあ、今でユースイングをバイ IPO というか IPO を目指しながらまとまったお金を、出資いただくっていう形にした方が事業成長ができるだろうなと、あと佐藤さんと仕事する過程でも企業家というか経営者としても成長できるかなっていうのを、ちょうど今エンジェルやられてアリアスさんにすごい相談をしていて、佐藤君ならいいんじゃないっていう感じで背中を押してもらってから、フリークアーツさんからそういった大きな資金を入れていただいたんですけど、その後は純資産1億維持するっていうのが一応重要なポイントだったりするので、そこに合わせた形で小刻みにファイナンスが動いたっていう背景にはなります。なるほどですね、はい、佐藤さんがいてもうフリーカードとかお金が出てきたみたいな、そういう、そうですね、はい、これはなかなかないケースですよね。その当時ってそれこそ MA っていうのも頭よぎったという話ありましたけど、はい、まさに MA センターさんであるとか、はい、なんかそういうエージェントさんにお願いするとかご相談するっていうのはあんまりなかったんですか。エージェントがいなかったからそういう2016年7年ぐらい で、ね、当時ってやっぱり、まあ、その MA の仲介とかエージェントの方々もスタートアップの方全く見てなかった時代です、ね、ま、そうですね、もう本当トラディショナルな事業承継系 MA ばっかりやってた時期であってですし、相談があっても本当にもう本当ゲリラ的な数ヶ月に1件みたいな感じだったので、データがあまりない時代だったので、あっても組織業界の MA みたいな感じでした、ね、はい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 、1億のバラに調達始めた時期って、そのアプリのダウンロード数みたいなのはどのぐらいの時期だったんですか。100万とは全然いってなくて、10万もいってなかった気がしますね。収益化っていうのもまだ全然されてない、はいはいはい、全然ですね、全然の中で1億維持し続けないといけないっていうところに、はい、合わせたファイナンスを繰り返した。それでもやっぱお金が集まるっていうのは、はい、まあ、山木さんに対する信頼なのか、まあ、いろんな要素を加味してたと思うんですけど、どこがこう一番ポイントになったかなっていうのはあります。信頼いただいたっていうところがあると思いつつも、本当か分かんないんですけど、はい、ダウンサイドリスクが軽減できるかなっていうロジックが個人的には持っていて、はい、当時今は結構ありますけど、ビザのカードを発行できるプレイヤーっていないので、まあミニマム10とかであれば売れるんじゃないかなっていう感覚を持っていて、10前後のファイナンスであればノーリスクとはさすがに言わないまでも、はい、なんとかできると思いますよっていうところで信じていただいたのかなと。金融機関のアプリを作れる優秀なチームがいること、はい、それ自体が価値だというプラス許認可でっていうので、ちょっとユーザー少ないにしても売れるかもなとはなんとなく思っていた。事業としてはバンドルカード、今となれば1000万ダウンロードで、はいはい、ずっと PMF してるって感じだったんですか。出した瞬間からも ずっと右肩上がりみたいな感じなんですか。それもないですね、多分2段階ぐらいあって、最初は月
500人とか、インストール数で500人インストール数ぐらい増えていってもしょっぱいねっていう状態で、コインチェックさんとかと提携をしてビットコインがチャージできる機能をやろうみたいなところで、そのチャージの半分がビットコインみたいなのがあったりしたんですけど、それだとちょっとなかなかスケールが難しいなっていうところから、ちょうどリリースが半年後ぐらいに YouTuber の方に紹介いただいて、それすごい伸びたんですよね、跳ねた。 CPA 安く1日で1万人とか、すげえ、はい、獲得1日っすね、1日で、はい、できるみたいなことが、まあ、1日ちょっと言い過ぎかもしれないです。累計で1万5000とか、はい、ユーザーさんに集まることがいただいたことができて、ユーザーを集めるというのはそれで再現性のある、まあ、モデルが見えたなっていうところが1個目で、2つ目はビジネスモデルとして、決済だけじゃなかなか儲かりづらい領域の中で、うんうんうん、後払いのチャージを提供することで、うんうん、チャージ時の手数料をいただけるっていうのが見えたのが2つ目の PMF で、それからはそれをモデルというか、そこをこなしながらユーザー数を増やしていくっていうシンプルなゲームになっていったかなって気がします。YouTube 自体がその EC 決済したいけどプレイカーを作れない若年層たちがめちゃくちゃ見てるのに結構ガッと広がったっていう感じ。そうですね。プラス静止画とかのキャンペーンとか結構やったんですけど、静止画全然伝わらないねっていうのは今で思うだと思うところで、カード自体が難しいっぽかったんですよね、うんうんうん、16桁を入れたことない人であれば分かんないし、はい、有効期限って0725と書いてあるんです、はいはいはい、2025年7月なんですけど、それを7月25日だと思って、あ、とにかく7月って入れて25日って入れて通んないんですけどっていう問い合わせを期待していて、やはりちゃんと動画で知ってる人が説明してくれないと意味が分かんない、テキストで能動的にこう理解することは無理だという、はいはいはい、そこが発見できてからプロモーションがやりやすくなった。あ、じゃあもう動画だというふうに言って、はい、自分でも動画作ってそれで広告していく、はい、あ、そうですね、今も年4、50本とか動画作ってやってますので、そうなんだ、やっぱ動画なんですね。でしたのが早いプロダクトは、はい、この1本目では、はい、まあ、カンムさんに上場時点ですね、はい、エクイティファイナンスについてですが、そもそも山木さんについてお伺いしてまいりましたので、はい、今回は合計4本撮りをしてまいりますので、はいはいはい、残り3本で、そもそも足元で言うと、はい、MUFG グループさんに250億評価で、まあ、グループ入りして、はい、フリーカスさんに次いでまた2度目のグループ入りみたいなのが行われるのかなと思いますけど、はい、そういったお話を、まあ、2本目以降でお話しいただいたりとか、はい、スイングバイ IPO ってキーワードも、はい、出てきているかと思いますので、はい、そういうところにご解説もご意見をいただければと思っておりますので、はい、改めてよろしくお願いします。はい、お願いいたします。それでは皆さん、次回以降もですね、見逃しのないようにチャンネル登録をしてお待ちいただければと思いますし、全部公開した後に動画見ていただいている方は概要欄の方からですね、1本目、2本目、3本目、4本目の動画の URL のお記載ございます。最後にですね、 MA センターさんであるとか僕らに何かご相談したい方々は概要欄に URL もございますので、そちらの方からもお問い合わせいただければと思います。それでは次回もお会いしましょう。さようなら。